うちの娘が生まれる月ってなんて言うんですか日本語で。臨月。臨月。臨月だったので、その僕妻から作曲禁止令が出てたんですよ。うん、で、もう禁止だから作曲するなって言われてたんで、その大きな仕事をするなと言われてたので、まあずっと待ってるじゃないですかこっちは。男側としては生まれるのを。でまあ、その待ってる間何しようかなと思ってる時に、まあ、じゃあ今回なんていうかまた原点に戻るということで、この小さなピアノ曲を誰にも頼まれてないように書こうと思って、それで、まあ、生まれるのを待つ待ってる時に書いてたんですよ、うん、